早速抽選です。おはようございます。よろしくお願いします。え24番目の入場になります。今日は2番目に抽選を引いてこちら24番でした。やっぱり抽選って我先にってあんまり早く引いても意味がないですよね。抽選なんで、まあ仕方ないと思います。まあ十分移動はできる感じだと思いますので行きたいと思います。メガネがない、メガネを忘れた。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。今日は滋賀県長浜市一番湖北店さんにやってまいりました。そして今日は抽選の抽選の方がこちらです。24番、まあ、とりあえず今日は朝一はそうですね、ゲーム数管理の機械、朝一こう旨味があるような機械を行ってそれからちょっと動いていこうかなと思います。それではシーサの街道日記第86話、よろしくお願いします。とにかく今日はもう何を打ってもどんな形でもプラスでまずは3連戦の初日スタートしたいですね。ちょっとメガネを今日忘れてますけどね、今ちょっとバタバタ取りに行ってもらってます。入場です。おはようございます。おはようございます。お願いします。さあ来ました、湖北店さんは2ヶ月ぶりですね。結構走りますね。そうですね、朝一十字架行きましょうか。朝一まずは十字架行きます。で、まあ朝から100ぐらい回して動いていこうと思います。まず朝一十字架通から行きたいと思います。昨日結構いい感じで動いてる台ではあるんですよね。で、最終ちょっと大きなハマりで終わってる台。果たして朝一どんな動きを見せてくれるか。まずはガッチリ楽しみですね。現段階ではまだ朝一2セットかどうかっていうのはちょっと分かりづらい状況ではありますね。ただちょっと便長っぽい感じになってきました、縄文ステージ。さあここからトラキラミッションもしくはエイジの国があるか。トラキラミッションですね。ゲーム数解除の前兆だと思われます。まず朝一今開始63ゲームですけど初当たりのチャンス。さあ連続演出です。ゾンビ兵だけはやめてくれ。もう一個赤混ぜっぽい、もう無理です。最初のドラキュラミッション延長ステージは AT 当選ならずでしたけれども、ゲーム数はまだ81ゲーム、もうワンチャンスあってほしいですね。
回にしてはちょっと回すぎましたね。よし、この時間まだ回転して15分20分で動けるっていうのはいいですもんね。エヴァは満載。こちらはデルフバージョンですね。モンハンが面白いかも。ケージかモンハン行きましょうか。久しぶり、何かと相性は悪くないお店なので、どっちを売ってもいけそうだなっていう感じはしますけど、朝から1回だけ回されてるモンハンです。今年はモンハンまだ一回も打ってないですもんね。昨年も結構前半のものだったと思うので、打ってたのは本当に久しぶりのモンスターハンターになります。今年になって結構ボーナスが搭載されてる ARD 機、そこまでこう純度も高くないボーナスと ARD、 お互いを絡めながら獲得枚数を増やしていくタイプっていうのは非常にこう打ちやすいんですよね。やっぱりし500枚からのアイルール早めに引けてよかったです。当たりが何とか早めに後半ラッシュに下げたいですけど、さあこのアイルールラッシュですね。その後ですけれども、フィールドは今日初めてですね。ここで今日チェリーでも引ければクエストのチャンス、モンハンラストチャンス。よし、やめます。ちょっとこのモンハンはクエスト当選についての問題に引けないという、得点が全く引けないので移動します。十字架2が345ゲームまで回されてるんであれば、むしろこれ当たりまで追ってもいいかもしれないですね。当初128でやめる予定だったんですけど、まあ、僕が260ゲームまで追って、その後にさらに100ゲーム、約100ゲーム回されてるんで、10月ちょっとこれ当たりまで追ってみましょうか。まあ最大でしたけども、もう最初に座ったら、もう後から見た時に追っとけばよかったってなるのも嫌だったので、とりあえずこれをかかるまでいきます。投資の方が今600枚という状況ですね。まあ朝一はゾーン狙いで、まあ、128ゲーム回して移動したいと思いますとか言いながら、結局朝一台かかるまでっていう、これが今日と出るかきちんと出るか、座った台がかかるまでっていうのは悪い癖でもあるんですよね僕の。ただそれがこう見よることもですねありますので、
来ましたよ、審査の回答人気第86話、まだ始まってなかったみたいですね。はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。今日は滋賀県長浜市一番ホープ店さんでの第86話、今眼鏡が来ましたのでここから仕切り直し、ガンガンちょっと気合を入れていきたいと思います。帽子が750枚なんですよね。これってもしかして、当たり前のことなんですけど、やっぱりメガネをかけると視界が変わりますねって言おうとしたらスイカ取り壊しとるし、
開けろ。これはまずい。獲得枚数は408枚、900枚の投手に対して半分も取り返すことはないですけど、終了です。408枚でしたね。まあでもここから再び128塁みたいのゲーム会場期待できますからね。ここからチャンス。
ですよね、もう一回。さあ、上乗せゾーン突入のチャンス、抜き出さない。跳ねてまだチャンス。大丈夫大丈夫。さあ行きました。これで再び上乗せゾーン突入です。さっきはクロスドライブでしたけど、今回はクロスチャージ、ナインゲーム上乗せです。ドキドキします。終わらんでくれって。終了です。35ゲーム。まあ35ゲームでしたけど、これで上乗せ自体はこのセットで95ゲームです。そして今残りゲーム数が70ゲームですね。悪くないですよ。ちょっと250の引き戻しゾーンまでこれ行きましょうか。まあ250でやめてもいいし。さあ次は高架機動隊、今190ゲーム AT が終わって回されてますので、ここをちょっと250まで様子見て、延長なければやめようかなと思います。機械の方向がありの座ってすぐポーンと屋上ステージとかに行って AT 突入、ここは1000枚ぐらいパッと出てやめれればですね、一番いいんですけど。